岡田敏夫流のプレゼン技術というふうなことなんですけども僕のプレゼン技術はですね特別ななもんじゃないですねまず自分が売り込みたいこと訴えたいことっていうのを本当に隅々まで理解するっていうのが第一段階ですね。あとと余計ななことをしない これも大事ですね、えー、具体的に言うとですね昔ですね海洋堂さんとですね王立科学博物館で食玩やったことありますこれはアポロ計画を中心としたアメリカソ連の宇宙計画というのを食玩にしてですねいわゆるコンビニでで売ってるおおもちゃ付きのお菓子ですねそれのプレゼンやった時はですねほ他にもいろいろこういう食玩やりたいっていうのあったんですけども海洋堂さんでプレゼンする時には宇宙開発を食玩でやりたい以外のことを言わないようにしました。慣れてない人ほど 2番手3番手手3の企画にやっぱ力入れちゃうんですね。自分がですねこう代理店みたいなところでチーム組めてどのプロジェクトをやっても結局売り上げが上がればいいやこの場合ですね2番手3番手の企画を一生懸命考えるのも間違いではないんですけども僕みたいにこれがやりたいからこの企画を通そうって思ってる人間はですねそののメインの企画を シンプルに捉えて、余計ななことを言わない,方がいいい。が例えば僕宇宙開発好きだから宇宙開発を触眼でやると言った時についつい宇宙開発だけじゃなくて例えば怪獣映画も好きだしとかですねこう本も好きだしとかいろんな他のことを言おうとしちゃうんですね。じあの自分自身を売り込もうとしちゃうんですけども自分自身を売り込むっていうのはですね 見た側が勝手にいいなと思ってくるんですよだからちゃんとしお互いに信頼関係とか仕事が始まったら勝手に海洋では海洋であ宇宙開発以外に岡田さんはそんなことも好きなのかというふうなことで自分をこう重層的に見てもらえるんだけども一番最初の段階はただ単にひたすら「いやもう俺宇宙しか分かんないんですよ宇宙バカなんですよ」ぐらいの感じで言った方がいいですね。でプレゼンの時にです、ね、そこをあんまり複雑化しちゃって 自分にはこんなものもありますあんなものもありますという自分売り込みになっちゃうとあまり僕の経験上うまくいかないですこれ人によって違うんですよ企画を売り込むためにはまず自分自身を好きになってもらえっていう人もいるんですけどもそれは自分と商品が関係なない場合なんですね。ガソリンオイルを売りたいとかですねもしくはトヨタの自動車を売りたいでも俺はセールスマンだとこういう時は自分を好きになってもらう方がいいんです何でかというとトヨタの自動車と自分は本質的に無関係だから。 でも僕みたいにもしくは漫画家さんとかゲーム作家もそうなんでしょうけども自分がやりたいことを売り込む場合はまず自分自身を消してで好きなことをはっきり言ってここがいいんだっていうふうなことでもう本当にタモリクラブで取り上げられる変人みたいな形でもう構わないから好きなことだけ言った方がいいです。ここれれはあの自分ののの好きななものを売り込む場合です、ね、ですすが岡田斗司夫プレゼン術なんですけど、まあ こういう手のですねことの積み重ねしか僕知らないんですけども本当に感動したプレゼン術があってですねリクルートって会社がありますよね。でこれ僕あ,のあまり好きじゃないんですねっていうのは日本のですね就職をですね悪くしたのはリクルートだと思ってますしあと日本の企業をダメにしたのもリクルートだと思ってますしっていう <laughs> こんなことあんまり言っちゃいけないんですけどもあ,のあまり好きじゃないんです。ただ リクルートにはとんでもなく優秀なやつが山のようにいるのも事実なんですねなのでちょっと言いにくかったんですけども昔ですねあのマリーガールマネジメントというです、ね、会社がありましたこれポケモンとかの商品を発売してた会社なんですけどそこの社長をやってる人がですねやってた人がカヤマさんという人なんですね20年ぐらい前にあの話してちょっとあの仕事もしようかというの話してたんですけども後にセガに行っちゃいましたとそのカヤマさんのプレゼンの話をですね聞いた時にですね あこんんんな方法があるんだと思って感動したんですねで感動した理由はもう一つでこれ誰にでもででもきるプレゼン術だなと思ったんですよさっき話した岡田敏夫流のプレゼン術つまりまず自分を消して好きなものを売り込むっていうのは僕みたいに個性が強いい人間には向いてるんですね個性が強くて何を話しても俺が俺がになるいわゆる味噌のタイプっていうんですかね。なんかそういうタイプの人間は個性殺すように話したらちょうどあふれる個性がいい具合に染み出てきていいんですけども。 まあ誰しも使える手ではないとでそうではなくてですねこのリクルートンの加山さんがやった方式っていうのはですね誰でもできるところがすごいなと思ったんですでどんなプレゼンやったのかっていうと、まあ、当時ですねようやっとサイトとかが出だした頃でインターネットのホームページが見たことをこうみんなが言い出した頃なんですね。でその時に香山さんが やらなかやらなけければいけなかったことですね。リクルート時代ですからですねいいいい人に役員プレゼンとうのをしななきゃいけないんですよで加山さんまだ下っ端のペイペイでですね役員プレゼンというふうなことで取締役とか20人ぐらい並んでて。 リクルートで会社の取締役だから我こそは日本で一番頭のいい男でございという,ようなおっさんがもう本当に20人ぐらいいると思ってくれればいいんですよね。でそいつらがもう頭は回るいい大学が出てる金はいやうなるように持ってるというふうなことで若手の新入社員とか PayPay ペペのです、ね、企画のやつが何言ってもですねもう文句つける場所しか考えてないんですよ。で 企画なんかもろくに見てくれないで、そこにですね、企画で出さなきゃいけなかったのがですね。ええー、かっこいい男向けのですね。なんだか商品サイトというかですね。なんかカタログみたいなのを作らなきゃいけない。 でかっこいい男とはこうだみたいなものを出さなきゃいけないわけですね、えー、もう何出してもですねだ <laughs> めって言われますっていうのは企画出す相手がおっさんたちですからですねまずそのかっこいい男というふうなことでモデルさんがポーズを取ったりで,ですねなんかいろんな高級ブランドとか身につけてるの見てももうみんなそういうのを、ね、バカにしてみてねあこんなの今更こんなのやってるのとか俺はこんなのかっこいいと思わないけどなとかいや貧乏でもなんか清潔だったらそれでいいじゃないかとかもうおっさんみたいな理屈がこう山の上に返ってくるんですよね。で会話 さんはですね、それの罵声にこう耐えてですねいやじゃあ次の次のページ行きまして次のページめくったらですねそこにアンケートがあるんですねでアンケートもですねもうあんまり取ってないんですよ200人ぐらいしか取ってないんですねでこういうのでリクルートでですね役員用のプレゼンテーションのアンケートっていうのはですねいわゆる統計的に優位な数字っていうのがあって優位、ね、っていうのはあの意味があるという意味ですねこういう字を書くんですけども統計的に有意な数っていうのがあってこれはあの 人口1億人の日本だったらほぼ4000人というふうに言われています4000人ぐらいでやれば、まあ、ほぼ県民性とかあと所得とかですね、まあ、もしくは社会的階層に関係ないほぼ日本人の平均的な回答が出てくるっていうだから該当調査でよく人数が書いているのはそれが4000人に達しているかどうかがある種一つのです、ね、ガイドラインだと思ってくださいでそこでですね香山さんが出したアンケートがですね 200人ぐらいしか取ってないんですね。200人弱で2 0人弱でで取ってるのもですね、男の人がほとんどいなくてですね、全部女子供なんです。小学生とか中学生とか高校生とか大学生ぐらいのまあ男の子女の子とあとは。 ののおばばさんばっかりのアンケートがですねひたすらあってですね「で、かっこいい男とはこういうことだと思います」とか「ですね私の夫はこういうことがかっこいいと思います」とか「あこういうふうな人あったらいいのにな」とか「将来こんな人と結婚したいと思います」とかですねあと「うちのお父さんはここはかっこいいと思います」とか「女の子の場合だとこんな書いてる」とかそういうのがですね200ぐらいあってて「これな,なんだよ」とこんなしか取ってないって「これでちゃんとできると思ってんの?」って言った加山さんが「では次のページをご覧ください」って次のページ見た瞬間にみんなの顔色 とかバーッと変わってですね。えーってことあってみんな一斉にバーッと資料戻ってアンケートを死ぬ気で読み出したんですよ。これ何かっていうとですね、加山さんその20人の役員の家族にアンケートを取ったんですね。で、<laughs> 役員の奥さん、子供、孫にですね、バーとアンケートを取って。 自分のお父さんのどこがかっこいいか自分の夫のどこがかっこいいか男がどんなものを見つけたらかっこいいと思うのかお父さんがこれを持ってる時にかっこいいと思ったお父さんのこの服はかっこいいと思ったっていうのをうわーってアンケートを取ってるんです、ね、で次のページめくってくださいって言ったらそのアンケートの名前のところに自分の名前、家族の名前がぶわっと書いてあってみんなうわーって必死で読んで加山さんもうねプレゼンそこから5分で終わったよって <laughs> 加山さんかっこいい <laughs> でこれね誰でもででもきるんですよ言っちゃえばこれはそんなことを思いつくかどうかっていうこととですね そんなことをやってもいいのかっていう禁断の一歩に踏み出すかどうかですね。多分それを相手の会社にやったらダメなんですね。それやると脅しかということになる。でも自分の会社の取締役だから、加山よくお前ここまでやったなっていうよくやったにしかならない。いわゆるシャレですもんですね。相手の会社だったら本当にそれプライバシーとか、ね、情報とかいろんなことになるんですけど、自分の会社のですねでその家族からですねいわゆる 結婚式でいう「お父さんこれまでありがとう」みたいなものをです、ね、バッと出されたみたいなもんだからもうみんな顔がそこからさっきプレゼント会員なんですけど役員さん緩み切ってですね、その後お昼ご飯でみんなビールで乾杯してたそうなんですけども <laughs> いいプレゼンっていうのはです、ね、そこまで,です、ね、なんかその人を幸せにすることができるしこの場合のプレゼンっていうのは自分を売り込むでもないし格を売り込むでもないんですよ。 プレゼンというのは何かというと要するに相手の心を動かしちゃいいんだということなんですね。その相手の心を動かす時の手段っていうのは企画内容を説明する自分を売り込むだけじゃなくてどの方向でもあり得るんだ。 というようなことです、ね、最初に言いました通りですねリクルートという会社はです、ね、僕はあんまり好きじゃないんですけどもでもとんでもなく優秀な奴らが集まってとんでもない無茶なことをしていると、えー、その後と加山さんはですねリクルートに収まりきれなくて飛び出してしまってマリーガルマネージメントという会社を作ってその後セガの大川社長に、まあ、セガの立て直ししてくれというふうなことで役員でこう拾われていってしまって現在フリーだそうですけどもですねあ日本には面白いやつがいるなというですね、えー、岡田敏夫は。 感心したプレゼンという話です。